黒部五郎竹は、富山県富山市、岐阜県日田市及び高山市にまたがる日田山脈の標高2840メートルの山である。別名、中野又竹、鍋竹。黒部五郎竹は、富山県側、中野又竹は、岐阜県側の古来の名称。日本百名山及び花の百名山に選定されている。山域は、中部山岳国立公園に指定されている。 縦山連峰が薬師だけより南下して、太郎米平から北の又だけを経て続く、なだらかで広々とした稜線の先に、大きなな建国を抱く得意な山陽を見せる。河口線緑岩で構成され、山頂付近は岩が積み重なった、され基地である。人名のような山名であるが、五郎は山の用語である五郎、大きな岩がゴロゴロした場所が、山名の語源で、 それに五郎という当て字を当てているのである。また、名字のような黒部も存命が由来であるという。これは、近隣の野口五郎だけについても同様で、黒部村の五郎だけと、野口村の五郎だけという言い方で、比較的近接している二つの山を区別したものである。歌手の野口五郎の芸名は、野口五郎だけにちなんだものであり、デビュー前には、黒部五郎も、 芸名の候補に挙げられていたという。以前は、東側が欠けた鍋のように見えていたことから、鍋だけとも呼ばれていた。1909年に、山岳画家でもある、中村聖太郎が登頂し、越中アルプス縦断機に記載した後に、この三名が定着したとされている。1924年の積雪期に、伊藤光一が、上岸寺川の支流新川方面から薬師だけを経て、登頂 その後、槍ヶ岳を経て、上高地へと重走した。1930年12月に、青山学院大学の小島俊太郎が、裏銀座重走の際に登頂した。1931年1月に、加藤文太郎が単独で重走の際に登頂し、裏銀座を経て、大町へ下山した。飛田山脈の奥深い位置にあるため、日帰りの登山が困難で、 山小屋やキャンプ指定地を利用し山中で数泊して登られることが多い。立山連邦重曹時にここを通過することもある。笠ヶ岳から望む黒部五郎商社と雲の平ら。円形は、剣岳と立山黒部五郎商社。編集1923年に三つ股連下岳との安部の黒部のり越氏に伊藤光一により山小屋が建てられた。その後エリン書により管理され、 1961年に三つ股三層の経営者の伊藤昭一が引き継ぎ、1962年に現在の場所に黒部五郎商社が建てられた。1972年上高地西糸屋三層、経営者の奥原京久氏が引き継ぎ、小屋を新築し、昭和48年に陶器小屋が併設された。1987年、 昭和62年スゴロク小屋経営者の小池線が引き継ぎ、その後、母屋を増築した。2005年に改築により、リニューアルされた。小屋の周辺は平で地頭が点在して、多くの鉱山植物の群生地となっている。周辺の山小屋、編集黒部五郎岳周辺には、以下の山小屋があり、北のまた避難小屋以外には、キャンプ指定地がある。周辺の登山道では、 青の津賀桜、岩井町、車揺り、小牧系層、品野金梅、チングルマ、白山風炉などの多くの鉱山植物が見られる。黒部五郎商社周辺では、裏白な中窓や、岳干場、山頂周辺では、マツなどの樹木が自生している。立山連峰の主要線の薬師岳と黒部五郎岳の間にある、なだらかな山用の山で、 西に寺寺山へ続く尾根が伸びる。日だ鉱山付近から見える山体は、傘の形で、笠形家と並んで、笠形が2つ望める。このため、黒部五郎岳しか見えない場合、よく、笠形家と間違われる。国道41号を北上し、高山市、和幸宮町付近で、行く手の山の間から最初に顔を出す。日だ山脈の山は、この黒部五郎岳である。 黒部川源流部と黒部五郎岳暗い山から望む北アルプスの黒部五郎岳周辺の山々以下の源流となる河川は日本海へ流れる。ありがとうございます。